ミネオ TV。 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんにちはです、ミネオです。本日は、明日から始まります闘技場第12回猛毒不要、こちらの新しいね猛毒不要ステージが始まるということで、私の手持ちのキャラの中から、パーティーの方を考えていきたいと思います。一応ですね、こちら毎ターン開始時に猛毒の状態上付与するステージ効果が発動、キャラクターの毒耐性が軽減以上の場合、確率で猛毒の状態上にならない場合があります。そしてステージ効果全ダメージ 30% 軽減は猛毒で受けるダメージも軽減しますというところなんですが、一応ですねやっぱり2ターンキルで、ノーデス、こちらは目指していきたいところであります。あと今回猛毒付与というところで、おそらく、100から200ダメージが毎ターン発動という形になりますね。ということで、2ターンはまああれでもノーデスがちょっとキャラによっては厳しくなっちゃう、そういうことが考えられます。で、いろいろ考えた結果、まず一つ目、セラフィーさんが今回ピックアップなってるんですけど、まあセラフィーだなんとかなんじゃないのっていう問題があります。天使のおまじないがリホイミなんで、基本頭でかけてしまえばそこまで、今までのパーティープラスセラフィーいればまあなんとかなんじゃないのっていう、はい、なので皆さんガチャ引いてねってね、まあそういうとこですよ、ね、ただまあそんなねセラフィーなんかないわおっさんとかねなっちゃうんで、そうなった時にやっぱり毒無効とか半減ねモンスターやっぱ使っていかないといけないよねってねなっちゃう。で S ランクね調べたらまあ、メタルドラゴンとかキラーマシン、あとワイトキングが半減かなというとこなので、ただメタルドラゴンであんまりね聞いたことないですよね、使ってる人どうなんでしょうかね。ただまああと A ランクでいくと、まあ、地獄の騎士、魔王の影、うん、この辺が状態上キャラとしてはとても優秀、麻痺ったりね眠らされたりしちゃうと結構厄介なんじゃないかなっていうところと、これはまたねガチャキャラになってしまうんですが、ゴールドマンも意外に釣り役的には、優秀かな。呪文耐性入りますし、はい。なので、意外と毒無効でもキャラ固めたらなんとかなんじゃねっていうところがあるんですけど、意外と毒無効系キャラは、デインとかドルマが弱点なことが多い。割とね。うん。そうなると、自己回復持ちのエスターク、これがちょっと厄介になってくるよねっていうね、うん、意外とねジオスラッシュ意外と強い、やっぱりね、うん、あと普通にね帝王の一撃で大体ワンパンされちゃうしね、うん、だから毒無効半減で固めた場合はエスタークさん要注意ですね。じゃあそうやって場合どうするのっていうね。でスタッフさんは、まあ、弱点が EOK なんで、まあ、EOK 固めるしかないってなるとまたねデスピサロとか、まあ、フローラとかいうことになってくるんだけど、まあ、その辺かな要注意は。デスピサロフローラコンビは意外と厄介かもしれない、うん、回復持ちで結構今回ね毒不要なんで範囲属性持ちは結構強いと思います。はい、まあ、というとこで、セラフィーやる方はあまりね、うん、考えずに、まあ、いろいろ好きなキャラぶっ込んだらいいんじゃないでしょうか。そして、セラフィーない方は、まあ、意外とね、ホワイトキング優秀ですしね、うん、このような形かな。まあ、とりあえず、ね、私の手持ちキャラでは一応、はい、このような形で考えましたので、
明日とりあえずこのキャラで行って、ちょっとダメならまた考えます。はい、ということで、あまりためにならない考察でした。ではまた皆さん、よかったら遊びに来てください。失礼いたします。